ね今日、何の日かわかる <laughs> そう、ホワイトデー。あのさ、お前、今日、クラスメイトからなんかもらってたでしょ。<laughs> 見せて。へー、クッキーに、マシュマロに、チョコレートか。結構 結構もらったんだね。これは何全部ホワイトデーのお返しうーん、そうなんだ。ってことは、バレンタインの日にめっちゃチョコレート配ったわけだ。俺と付き合ってるのに <laughs> 俺が一学年上だからって気づかないと思ってたの俺、お前のことなら何でも知ってるよだって、お前のこと、 大好きなんだもん。それなのに、お前は他の男にチョコレート配って歩いたんだ。ギリチョコ <laughs> そんなの関係ないよ。俺以外の男が、大好きな後輩ちゃんのバレンタインチョコをもらってたっていう事実が許せないだけ。誰に配ったのほら、教えてよ。どのクラスの、どんな男に配って歩いたわけ 今日これだけたくさんのチョコレートは、どんな男からもらったわけ言えないんだ。そっか。言ってくれると思ったんだけどな悪い彼女には、お仕置きが必要だよね。<laughs> こーら、逃げちゃだーめ。はい。目隠ししてあげる。何も見えないでしょう。 これから、後輩ちゃんは、俺に何されても抵抗できないよ。だから黙って、俺に従いな。はい。口開けて。<laughs> もっと大きく、口開けて。はい。噛んで。もっと強く噛んで。<laughs> 甘いでしょ。俺からのホワイトデーのお返し。 これ、何かわかるそう、マカロン。意味、知ってるあなたは特別な人、だよ。後輩ちゃん、俺にとって君は、とってもとっても特別な人。他の誰にもあげないよ。ずーっとこのまま縛り上げて、どこにも行かないよう首輪をつけて、俺がじっくり、幸せにしてあげるね。